なくなっちゃった猫。あっちだ。あ、ペロペロしてる。たまらん。は、いいやないか。おむやさん、いいやないか。あ、ペロ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 。あ、いっぱいいるじゃん。ハワイのキャットカフェみたいですよ。かわいいにゃー。あ、ペロ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 。あ、ペロ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 。ここからも見えるね。ああ、ちょっと朝からパンを買いに散歩がてら、このベーカリー、この店の名前が分かんないんだよな。ナンディングズ？ナンディングズだね。食パンとかあるかな？もう10分からやってるよ。すごい。グモニー。これか。これちょっとでかいな。なんかスイートブレッドって書いてあるから。甘そうなパンが多いね。50%オフのやつ。どれ？これ。これ？これなんだろう。はい。切ればよさそう。ああ。このパターンだ。これケーキだよ。ローフだもん。え？ローフ。そうか。あっちのパン買う？うん、これは？ちょっと多いか。ちょっと多いな、うん、ちょっとでも重い、重いこれ。その感じ、うん、うん、悩ましいな。そっちの方がいい。なんか、こっちでもぎっちりあるよ。まあこれ買ってみようか、うん、これアボカド挟んで食べるこれ、うん、まあでもいけそうやね、うん、うん、値段が分かんないね。そうな。うん、美味しそうね。シナモンロール、シランロールってな。いいよ。チーズケーキファクトリーにやってきました。もう今開店5分前なんだけど、なんかすごい行列できてる。ぴったりにオープンしました。10時ぴったり。はい。おほう。アウトサイド、アウトサイド、アウトサイド、アウトサイド。アウトサイドダンスや。シュッ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 。5分待った甲斐あって。素敵な席だよ。うん。ガタガタしてる。なんかメニュー変わったね。しっかりした日本語になったな。そうだね。うん。自分に来たら超でかくてびっくりしちゃった、ね、iPhone がこれiPhone7 がなんだよ、すごい。縦にも横にもでかい ね。そして突き出しのパンがあることも忘れてました、ね、あったね。そういえば、あ、ちゃんとあったかいよ。ほんと、うん、ほんとだ、ね、じゃあいただきましょうか。はい、はい。それ周りに何がついてるのこれ？塩かな、なんだ？塩？あ、しょっぱい。しょっぱい？うん、でもレモネードは普通に美味しいです。あ、美味しい。ね。あ、酸っぱ。え、酸っぱい。
か。でも手作り感がある。手作り感があって美味しい。あ、普通のアイスティーが来たね。うん、あ、俺普通のアイスティー頼んだ。あ、そうか、うん、バターカチカチなんだけど。バターカチカチかい。何これ、溶けとるかと思ったらカチカチかい。意外とあれもないよね、バターナイフみたいなのもないよね。私頑張って、じゃあこういうとこが大雑把だよな。うん、いただきます。バターなしで美味しいかも。ちょっとちょっとつけて。バター、うん、あ、センキュー。バターカチカチ、バターうん、美味しいよね。うん、美味しい。バターが美味しい。バターも美味しいけど、バターがすごいミルキー。まずは美味しいね、これ。美味しいよ。うん、死ぬほど来ました。どうこれ、 iPhone の2倍ぐらいある。あとこれがセット、付け合わせ。付け合わせ尋常じゃないよ。あ、すごい。あとこれがフレッシュストロベリー、うん、これが美味しいんだよ。これがね、大好きで来たら毎年必ず1個食べるという、うん、いやこれ食べきれるかな。頑張るぞ。これね、2000キロカロリーぐらい。怖い。切り分けました。取りそびれた。見えるかな。うん、断面はこんな感じ。うん、なんかご飯が多い。米入ってたんだね。うん、グランデっていうだけはある。え、うん、いただきます。あ、ピラフが入ってる。あ、ピラフなんだこれ。うん、なんかピラフのクレープ包みみたいな味がする。なんか隣の席の人に、うん、あれはなんだみたいな、うん、見られていた。でなんかこうカレーのみたいなソースがかかってて結構スパイシー。うん、カレーっぽい味するね、なんか。うん、これはだからこういうのつけた方がいいよね。なるほどね、こういう付け合わせを、ディップをね。うん、いいですよ。チーズケーキ、これが美味しいんだよね。いただきます。美味しい。美味しい。目が覚める。もう一口ちょうだい。え、いちご。いちごは別にいらない。あ、そう。ただ生クリームがたっぷり欲しい。わかりました。生クリームたっぷりめで。はい、どうだい。いいよ。はい、美味しい。ごめんね、間で食べさせて、うんうん、生クリームが美味しいんだよね。何がうまい。いちごも美味しいよ、うん、この色は着色料がすごいけど、うん、あと砂糖がすごそうだけど、うん、これはもうカロリーを気にせず食べるべきです、うん、合計で多分2500キロカロリーぐらい。すごいね、成人男性1日分の摂取量に。本当だよね、うん、まあ2人で分けてるから大丈夫だけど、でも大半は僕が食べます。うまい。食ったね。お腹いっぱいを覚悟していきましょう。結構大きいですね。まあ食べきれんかったらテイクアウトじゃなくてTOGO、うん、できますからね、うん、あのバッグくれます、お持ち帰り。うん、ということでチーズケーキファクトリーでした。はい、美味しかったです。美味しかったね。うん、チップ込みで42ドルでした。DFS、 ここ、はい、DFS 来るの20年ぶりぐらいかもしれない、はい、嘘だ、10年ぶりぐらいかもしれない。10年ぶりぐらいです。あれ新婚旅行の時って来たっけ。来たよ、だって最初にここ。説明会がある。あの俺あの説明会が嫌すぎて個人旅行を始めたんだもん。あれがすごい嫌で嫌で、個人旅行の動機がね、ここの DFS の説明会が嫌いすぎて。めっちゃ降りるの大変だもん。そう、ここ迷路みたいじゃん。今から楽天カードのラウンジ、うん、があるっていうのはさっき見てたら知ったんで、うん、行ってみようと思います。はい、あ、バーバリーだ。バーバリー、これがそうなの。楽天トラベルって書いてある。え、楽天トラベルデスクって書いてあるけど、あ、楽天カードって書いてある。へえ、うん、じゃあ俺ら階段で行こうか。あ、そうなの。じゃあ
あ、そうなの、うん、どういうことこれ。バーバリーの隣のエスカレーターより2階お上がりください。このバーバリーのもう1個ここに。 あ、そういうこと。なんだ俺階段が疲れると思ったのに。私も思ったけど、さっき摂取した2500キロカロリーをなんとか減らそうと思って俺は階段にしようと思ったのに。しょうがない、エスカレーターで歩くしかないって感じ。そうか、ダメだ。へえ、ね、なんかフリー Wi-Fi もある。もういいね。あ、日本とハワイの時間もあり。ブランケットもある。夏木さんの好きなカウカウがあり。あ、いいじゃんこんな、うん、なんかね、用意してありますって書いてあった。めちゃくちゃいいじゃん、うん、いろんな、あのこれはいい、ガイドブックがいっぱいある。ガイドブック買わない派だから。ね、ここで見ね。リモン、コーヒー、マヨネーズないから。持ち帰りはご遠慮ください。雰囲気がいいな。インターナショナルマケプレの2階に来ました。キヨ通り、こんなあった、これも前はなかった。アイスクリームって書いてある。マグノリアってある。あ、アイス屋さんかな、うん、ハロハロだって珍しい。あ、ハロハロ美味しそうじゃん。ただ俺は食べれないけど。蜜はあれば、うん、もう左手に見えます。夏木さんのプチ情報、うん、出た、ちゃんと下調べした情報。下調べする情報はなんか偉そうに喋るよね。あ、これみかんじゃないのこれ。みかん、さつまたん、なんだろうこれ、みかん、さつまって書いてある。なんかちょっとあれみたいだけど、わ、日本のものが普通に置いてある。本当だね、全くはばからん。お茶だね。あ、お惣菜がいっぱいある。結構ポテトコロッケがいい値段すんな、はい、日本だったら60円ぐらいで買えそうだけど。結構マニアックな惣菜がある。マニアックって言ったら失礼だけど、ごぼうの煮たやつとかさ、ナスの漬物とかっていう疑問。ごぼうとか取れるんだ。うん、きんぴらごぼうとかあるよ。あ、うなぎがある。種類豊富だね。あ、なんかコンビニでよく見るやつがある。うん、これがお弁当。あれだよこれ、キリン絞りこんな安いの。69セントって安くない、うん、確かに。あれ日本だともっと高くない、酒税がかかってないからってこと、うん、へえ、うん、サンマのかば焼きが塩焼き、うん、結構刺身とか売ってんだね。餅がすごいいっぱい売ってる。納豆食べるのかな、こっちに住んでる人は食べるかもね。ビールがめちゃくちゃ安いじゃん。あれ何これ、12パックで8ドル。これめちゃくちゃ安いじゃん。クワズライト買うよりここでキリン買った方がいいじゃん。
嘘。え、食わずないと16度だったよ。確かにそうだったね。なんか不思議だな。まあ、でもさすがに朝日は20ドルするの。なんてこった、どういうことだ。もう朝日党なのに俺は。あ、バードライザーも安いな。よし、じゃあ、はい、朝買ってきたこのランディングスのランディングランディングかランディングランディングズベーカリーかな、パンをちょっと食べてみようと思います。はい、じゃあ1個開けてもらっていいですか。うん、あ、開けとけばよかったです。あとフーパンでフィアデルフィアのチーズを買ってクリームチーズを買ってきました。さっき開けてちょっと食べちゃったんだけどお腹空いちゃったから。お腹空いちゃった。今日はちょっとあの後、うん、あまりにも疲れてしまい2人でずっと爆睡してました。なかなか夜がね、寝れないんだよね、最初の方って。じゃん。でかいね、結構。あ、いい香りする。匂い美味しそうだね。うん。じゃあ半分に切りましょうか。はい。パカ。あら、美味しそう。ちょっとかけられてない。かける、ハトじゃないんだよ。少し焼いてみようか。はい。美味しいかな。いいかな。どうすればいいんだろう。ベークでいいのかな。ベークで。ベーグルトーストって書いてあるよ。トーストがここだよ。ちょっとわからないよね、外国のやつだから。ちょっとこれファンクションこっちにしてみようか。トーストに昨日ファーマーズマーケットで買ってきた、バナナとオレンジ。オレンジが美味しそう。みずみずしくて美味しそうですね。オレンジ大好き。お、すごいいい感じで焼けたよ、今回は。うん、おさっとさえよくフィアデルフィアのクリームチーズをたっぷり塗りましょうか。はい、たっぷりめが美味しいんじゃないですか。どうですか。うん、夏希さんの好きなキリと同じ味がしますよ。ほんと。うん、多い。あ、もっと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 、グワバッと。クリームチーズはたっぷりめが美味しいよね。ほんと。おほう、たっぷりめがいいね、やっぱり。できた、はい、今夜の夕食完成です。てってれまあ今日はちょっとね、うん、お昼のあれでお腹がもうパンパンなんで、はい、軽めの夕食にしました。はい、食べましょう。じゃあ食べてみようと思います。はい、じゃあいただきます、うん、はい。うん、あ、これ美味しいな。そっか、うん、パンがいい素朴な味で。そっか、よかった。うん、食べてみる。うん、あ、チーズと蜂蜜がすごくいい。あ、いただきます。ゆら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 いる、それおー、美味しいね。うん、蜂蜜とチーズの感じがたまらんですわ。うん、美味しい。フィラデルフィア美味しいね。うん、じゃあ続いてこのファーマーズマーケットで、はい、おばちゃんが一生懸命売ってた、美味しいといいな、オレンジ、はい、あ、ついちゃった。ちょっとうまい。うん、まあ普通にオレンジ、まあこれは別に日本のものと特に何か変わってるとかは、はい、特にないと思います。はい、バナナはアップルバナナだっけ。アップルバナナ、うん、ちょっと違う品種だよね。うん、ちょっと味も違うけど、うん、さっぱりしてる感じ、うん、普通のバナナより。なんか酸味が強いんだよね。うん、あ、ごめん。うん、あ、ちょっと熟してきたかな。うん、うん、あ、熟すと美味しい。うん、酸味の角が取れて、うん、美味しいね。うん、うん、夕食でしたそれでは、うん、またね